レアル・マドリーは現地6月3日、パリ・サンジェルマンを契約満了となったフランス代表 FW ・キリアン・エムバペと2029年までの5年間の契約で合意したと正式に発表した。移籍金は発生しない、栄光協放送、BBC は、年俸は1シーズンあたり1500万ユーロ、約25.5億円、で、5年間で1億5000万ユーロ、 約225億円の契約金が支払われると報じている。以前より相思相愛だったマドリーへの移籍はマイナスのように取り沙汰されてきたが結局残留。だがついにパリ SG 対談を決断し5月11日に自身のインスタグラムで次のように発表していた。母国を離れるのがこれほど難しいとは思わなかった。リーグンは僕にとってずっと知っているリーグだけど 7年を経て新たな挑戦が必要だった。僕はこのクラブを愛するという選択をし、それを7年間続けた。もちろん浮き沈みはあったけど、この名門クラブと契約して以来、後悔したことはない。このクラブは僕の記憶に一生残るだろう。さらに、今回の加入発表後にもインスタグラムで次のように思いを綴っている。夢が叶った。夢のクラブ。 レアルマドリーに入団できてとても幸せで誇りに思う。今僕がどれほど興奮しているかは誰にもわからないだろう。マドリリスタの皆さんにお会いできるのが待ちきれない。そして、信じられないほどのサポートに感謝します。アラマドリー、25歳の怪物は、今期のチャンピオンズリーグを制した欧州王者で、どんなキャリアを欠くのか、大いに注目だ。